その変化球の高めのすっぽ抜けは取らないっていうことだったんですけどね、はい、あの高さで取るんだったら楽でしょうね、やっぱりね。速い球あまり使わない、あるいは使わない方がいいところがこう硬くなったりすることがあるんですが、高め、これはボールだ感じもあるんでしょうね、はあはあ、その走るまでにその変化球で整えておいて、まっすぐをどこで使うかでしょうね。速い球147という形になるのかもしれませんけどね。2エンド2、高めスライダーでどこまでがカットボールかわからないんですよね、速い球。そうですね、もったいないですよ ね、盗塁を取れるだけの足を持ってて、打率がですね2割ちょっとだと、小坂は9番が定位置みたいになってしまいましたもん ね、それじゃやっぱりチームとしての機能はないですよね。ですね、いいコースを使う打撃は関係ないっていうような感じになってますよね。あーはーはー、本来だったら小坂1番、三郎2番が一番いいところでしょうね、はい、三振です。